もっと中国ドラマデイズ6月の衛星劇場。月曜午後9時は蒼龍に瓜二つの男が長相思シーズン1。そして午後11時は手に汗握る戦い凌雲氏。4日火曜午後9時はいよいよクライマックスへ安楽殿。11日火曜午後9時からはシャオジャン、リーチン、春を待ちわびて日本初放送スタート。水曜午後11時は2人の関係に目が離せない7時起床。日曜午後11時はループからの脱出なるか解体リセット。平日午前7時30分は聖君がアンコール放送スタート。日曜午前3時30分脳裏によみがえる記憶とは東宮。もっと中国ドラマデイズ6月の衛星劇場。